さあ渡辺久信を4回で降板させ、そして5回からは工藤を送った森作戦。これは詰まってます。これは平凡です。辻です。さあバッターは西田。もうちょっと谷上さんね、3回ぐらいで、まあ、4回ぐらいからこう吹っ切れるかなと思ったんですが、やっぱり金賞得点の1点ということで緊張感というのはなお続いてますね。これはもう大変ですよ、ここまで、特にここまで来るとね、あれ2回のあの1点というのはものすごく重いんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。強打セーブですが、打線がねちょっ と, そうちょっとこのシリーズではね、あんまりいい状態じゃありませんのでね。それとやっぱり広島の投手っていうのは非常にいい状態で来てますんでね、そうしますとやっぱりこの1点ってなかなか出てこないなということでしょうかね。そうしますとあと1点取られると3点取らないと勝ちませんのでね、その3点が出てこないということでしょう。したがってやっぱりこの1点で止めておきたいというのがやっぱり森監督の頭の中に入ってるんでしょうね。ツーアウトを奪いましたが工藤ノースリーです。はいはい、三塁側ですが、はい、バッターボックスの西田選手なんですよね、はい、練習ではあの長袖のアンダーシャツを着てたんですけどね、暑い暑いと言って皆さんはこう寒そうな格好なんですが、本人だけは半袖のご覧のようなアンダーシャツを着てたんですよ。非常に燃えてますよ。まあ、非常に祭りに強い男というか、ね、祭り男という評判ですが、清野がリポートが入りましたが、まさにこの西田は赤ヘルの勝負師という感じです。雰囲気の西武ライオンズ球場、1対0の激闘が続いております。さて5回の裏、ライオンズの攻撃はバッターは石毛からであります。曇り空の西武ライオンズ球場、私実況太田のお隣が、まず右手から滝上志郎さん、そして東尾治さん、若松智さん、近鉄監督の大木明さんでお送りしております。大木さん、はい、膠着状態ですが、ライオンズとしてはなんとかこの膠着状態をこう打破したいですね。石毛あたりから、あの3回にね、大チャンスを逃しましたんでね、うん、ちょっとまあ西武としたら重苦しい雰囲気ですし、中盤でね、ぜひ追いついてついておきたいところでしょうね。ですからまあ、石毛鈴木とまあ続くわけですけど、まあ、そのあたりはまあチャンスになると思いますね、はい。まあ、あの当たっている時出すとライオンズのロングヒットがあるんですが、こういう場合はですね、やっぱりフォアボールかなんかでランナーに出てやっぱり送るというか、そういうとこから突破口は開けるんでしょうか。センターどうかな。さすがベテランの石毛、センターの横に3本目のヒットを放ちました。ランナー一塁でラッキーボーイ的存在の鈴木健がバッターボックス入りますが、そうですね、まあ、公式戦といいますか、普段だとですね、まずランナーを進めるということになるわけですけども、はい、まあ、伊藤君、平野君1本ヒットを打ってますけども、当たってないし、まあ、ここはどう攻めますかね。そうですよ、ですから難しいところですね。第4戦、あの笹岡のノーヒットノーランの夢を打ち砕いた鈴木が今日はスタートメンバー。あ、打ちそうですね。ランナースタート、キャッチャーボールを送る、高いか、盗塁成功。セーブ仕掛けてきました。
本当に相手の今日つきましたね。おそらくバッテリーが予測してない作戦ですよね。まあ、バッターが相手がどう出るかなというつけですね。そうですよね。まあ、普通ねそういう時はね多少こう牽制でも入れて様子を見るんですけどね、バッテリーは予測しなかったね、全然その探りを入れませんでした、この作戦はすごい作戦ですねこれね、はい、森作戦はね今こう抑えました。バッターは鈴木、さあ若手ながら打力十分の鈴木、だからやはりねああいうところでこうスタート切れるっていうのはね一発で勝負でしょ、はい、1球目初球、はい、やはりベテランらしいですよね、若い選手だとなかなかこう足が出ない、はい、サインが出てもね走れないんですよね。なるほど、やっぱりシリーズ慣れしてる石毛ですよこれは。その石毛、日本シリーズは通算8回目の出場です。のライナーです。しかし大木さん、はい、今3分割が出てますけども、このバッティングフォームを鈴木、なかなか若者ながらいいバッターですね。そうですね、今スライダーで飛びますけども、ほとんど芯で捉えてますね。あ、まあ、しかしね今のバッテリーはもうファウルになって当然という攻め方ですから、これからはやはりこうアウトス、まあ、コース、まあ、主体ですか、そのバッテリーでどういう風なランナー進め方するか、これが一番難しいところでしょうね。まあ、ここは踏み込んで、セカンドゴロあるいはファーストゴロというね、そういう、そういう考え方でしょうね。さあ西武にとって1点のビハインド、この5回の裏何とかしたい森監督。でも今の本当のスチール、本当ただ一つのスチールっていうのがね、この雰囲気ガッと変えましたよね。さあ、ゲームの流れがぐーっとこう引き寄せられるっていう感じですかね。さあ笹岡フォアボール一歩寸前の 2-3 まで来ました。まあ、今のもねやはり 2-2 から際どいところよく見送りましたね。調子いいからこうやはりこう見た目がしっかりできてますね、まあ、ですからねこう立川としたらやはりここはね引っ張られたくないというね、そういうあの配球ですよね。まあ、そうするだからこの一か八かやはりインコースで来るでしょうね。もうカーブを打ちます、ファール、高松さん、はい、なかなかこの鈴木健というバッターは、うん、若者ながら軸がぶれないし、はい、将来有望なバッターじゃないですか。あの勝負強い打者だと思うんですね。ああの一緒にノーヒット、ね、ノーランを打ち砕くとかね、まあ、今のバッティングなんかも見てですね、いやいや振り遅れてるんですけども、はい、頭のどっかにね、はい、あのまあ、フォーク、カーブもあるよというね、そういうあのバッティングなんですね。そうですね、まあ、しかし今の面白いのはバッテがインコース行きましたよね、それをこう鈴木を追っつけましたよね、お互いこう裏を描いてるようなね、ですよね、うん、まあ、ですからね若いでしたらね思い切って本当は引っ張るんですけどね。さあその辺が面白い、引っ張ります、これはどうか、ロングかロングか、ツーベースコース、ランナーはもちろん三塁を捨てて同点のランナーが入ってきた、セーブ、同点、大舞台で鈴木健またいい仕事をしました。ライトの右横のヒットタイムリー1対1、大した若者ですね。そうですね、まあ9月のね、23日、まあ、彼同点ツーラン打ったんですけども、はい、その時もね今よりは少し高いカーブでしたね。いや大木さんに聞くのはちょっと止まりましたけども、やっぱりこれだけの若者ですから、いや、ね、ですね、今の見ました、両肘をねうまーくこう畳んで、ね、大したバッターですね。普通の打者じゃねああいうのできませんよ、やっぱりね、インサイドからうまくバット出しましたよね。もともと少し緩い球はうまいバッターですね、そうですね、うまーく両肘をね。さあ膠着状態、敗れて1対1、これから押せ押せからヨンズ。一方この西武のアタックに広島の笹岡、川口が出てます。
笹岡の後は川口が控えております。バントの構え、おバント失敗、おかしいな。ライオンズバント失敗は非常に少ないチームなんですが、このシリーズに関しましてはちょっとバント失敗があります。やっぱり東尾さん、盗塁がね、一つ導火線になりましたね、はい、この回の攻撃。そうですね、やはり初球でしょ、初球だけに勝ちがあったし、まあ、そのサイン通りね、よくスタート切れましたよ。バント、これは翔太がカバー。ワンアウトランナーはセカンド。おお、ここで大下ヘッドコーチが歩きます。笹岡同点とされて、しかしね、西武の方はこう、工藤を、ね、思い切って早めに変えましたよね、はい、今度広島がこう笹岡、調子を見ながらこう川口にいつを切り替えるか、これの何て言いますか、ピッチャー変えるときは難しいですよ ね、 そうですね、いいピッチャーだけでね、両投手とも難しいですね。それにしても変えるみたいですね、変えるみたいな雰囲気ですね。山本浩二監督の口の元を見てましたら川口と発音しました、まず間違いなく川口です。西武の方はね、今クレーコーチが出てますけどね、はい、よっしゃというような感じで今雰囲気出しましたからね。そうですね、いよいよ広島東洋カープは笹岡に代わりまして、川口このシリーズ4試合目の登場になります。勝負手は川口、2番手ピッチャーとしてして広島東洋カープ山本監督、笹岡につないで川口登場の場面となりました。本土上には川口投手登板、ファンの皆様ご承知の通り第2戦第5戦は先発して勝利投手になっています。そしてこの第6戦に3球投げて鈴木康友にタイムリーを打たれましたが、この重要な場面、広島東洋カープ山本浩二監督は2番手川口を配しました。東尾さん、川口が入ってきました、はい、2番手。いやもちろんね、今日投げるの分かってますけどね、いつタイミングですよね、難しいのは、やはりね西武のベンチもね、非常にこう鈴木康も、はい、今ねランナーの鈴木に変えましたけどね、はい、この1点の取り合いということをね、両チーム足のねランナーある走者に変えましたよね、ピンチランナー飛ばしのですかね、これは。ああランナー飛ばしのですか。しかし大木さん、はい、ベテラン石毛の初球の盗塁からゲームというのはちょっと波が変わりましたね。本当ね、さすがにね、保守出身の監督だしベテラン監督だと思いますね。バッテリー心理というのを本当に読んでね、私も驚いたですね。あの盗塁がこうパッと雰囲気をね、ゲームの雰囲気をね変えましたよ。それで、同点になったところで、守備に不安のある、鈴木君に変えてですね、ピンチランナー、なかなかですね打つ手が早いですね、この辺は森ペースビシッビシッと来てます。そしてその森ペースをここでストップさせたいということで笹岡川口のリレーになったわけです。山本浩二監督、何か山本浩二監督のこの、キレのいい勘のいい勝負感のね、スパッスパッとくるその山本浩二監督に対してベテラン54歳の森さんは受けて立ちながらも決めてる時にはピシッと決めるというね、そういうものがあります。さあバッターは平野、ランナーはセカンド、セカンドランナーは足のある小星野、スコアリングポジションに西武はランナーを送っております。フェアか、タイムリーヒット、平野ベテランの味、逆転ツーベース。西武ライオンズ当たっていなかった平野がうまく狙いすましたように、今のはスライダーかカーブか後で伺っていますけども、とにかく変化球をレフトの横にヒットを放ったツーベース、2対1、ベテラン健在平野やりました。
カーブでしょうね。まあ、しかしね、その前の打席でねヒット打って気が楽になってるところに初球からこうストライク入りましたね、はい、ちょっとこう川口はねこの前の鈴木康友から、まあ、連続4球ストライクですよね。ちょっとこうなんていうかな、一歩引いたこう気持ちでいった方がいいですよね、はいはい。まあ、特に今日は平野最初のバッターボックスでライト前にヒットを打ってます、やっぱりそれもあったでしょう。そういうバッターに対してね、はい、初球、まあ、簡単に入りすぎましたね。あ、ちょっとこう様子見のボールから入ってもらいたいですよね、そういう時は、はい、川口が前回の第6戦に続いて変わりっぱな、前回は鈴木康友、そして今はベテランの平野に打たれて2対1と西武1点のリード。バッターベテランの辻、さあ押せ押せの西武になれるかどうか。詰まっています、キャッチャー立川です。やはり第7戦らしい雰囲気が統一しております西武ライオンズ球場。昨日の日曜日あいにく雨にたたられましたが、しかし月曜日でも今日もまたこの西武ライオンズ球場は満員です。ちょっと森さんの表情が変わってきました。ちょっと好調したような顔になりました。ワンエンドワン、今年のシリーズの勝負手は広島カープはこの川口、川口を本当にこれといった局面に出してまいります。先発で2回成功、リリーフでは前回は失敗。今日もまたベテランの平野にタイムリーを期しています。やっぱり一番いいピッチャーでしのぐんだというね、ああもうそれはそうですよ、こういうところに来た時にね、そこで行ってもし、うまくいかなくてもね、やっぱり監督としては納得するでしょう。ピッチもベンチも納得しますしね。やっぱり今まで本当にシーズンよく働いてくれた、特に川口なんかここで本当に川口が投げる場面であろうと思うんですね、はい。大木さん、はい、山本監督は笹岡の次にやっぱり川口、この笹岡と川口しか多分広島のピッチャーでは勝てないだろうと言われた戦前の予想、まあ、北別府が勝ちましたけども、この場面でやっぱり川口を追い込むところに山本さんのこの心意気がありますね。そうですね、やはり、まあ、川口西武よりもですね、広島の方がですね、つなぐにはね、やはり、まあ、かなりの、思い切りがいったと思いますね、うんうん。けども、まあ、おっしゃるように竹山君おっしゃるように、ね、笹岡川口で勝ってきたんですからね。2円2達川が相当激しく藤本パリーグ中心にアピール、ストライクボールの判定で変わりません。まあ、ですからね、今のね球なんかでもね、インハイで本当はね、ビシッとこう三振を取りたい球なんでしょうけどもね、やはり第6戦こう第7戦見ましてね、はい、球のやはりスピードはちょっとやっぱり衰えてますよね。その辺はこううまく達川もこうリードしてるんですけども、それはやっぱり7戦でしかも完封寸前まで8イニング2回投げているわけですから疲れが残りますわね、それは ね、 ね。まあ実績と顔ぶれで西武、そしていかにも地味なんだけどもなんかこう強い決断力といいますか結束力を感じる広島カープ、面白い組み合わせの今年の日本シリーズ、森監督と山本監督が
4つ目の勝利をどう見通して戦ってきたかっていうのが本当に面白いシーズンですよね。ツースリーピッチ、4分割による内野守備位置、ボール粘ってフォアボール、なおワンアウト。さあそしてバッターは上のところで、もちろんピッチャーが左ですから代打を出すでしょう。お、山本監督が行きますね。太田さん、はい、ここであの同点タイムリー打ちました鈴木健選手のコメントをお伝えいたします。はい、どうぞ。あの場面ですね、ひょっとするとあの送りバントかなとも思ったそうなんですけれども、盗塁しまして、本当にあの石毛さんがよく走ってくれましたということなんですね。そしてあのあそこ第1打席でヒットが打てたんで非常にリラックスして打席で、立っていられました。もうスライダーカーブ何が来ても待てるようにしてたんだけれども、打ったのはインコースのスライダーということでね、本当にもうあの満足した笑顔で語ってくれました。大木さん、はい、両監督の動きがこう激しくなりますね。そうですね、もうすべて持てる力をもうこの一戦に出し切ろうというね、はい、そういうのがもうありありですね。このゲームの一つの山場が5回にやってきましたね。そうですね、まあ、西武としてはここらで盛り返しておかないとですね、ズルズルというちょうどそういう場面ですからね、はい、それを石毛が突破を開いたわけですよね。そして今現在2対1、バッターはピンチヒッター、これは田辺が出てまいります。森監督、代打田辺。さあランナー2塁1塁です。やっぱり1戦2戦に比べてどうですか、東山さん、川口投手。まあ、一番やはり違うのはストレートでファウルでカウント稼げないということですね。だからまあ低め丁寧に投げてますけどね。太田さんね、はい、ここはなんかサードスチールね、ここもやっぱ考えないとダメですね。おー、そうですか。石毛がね、こう歩数を、ね、測ってましたよね。ははそうすると第6戦と6戦で見せたダブルスチールなんてこともあるんですかね。そうですよね。やはりね、前を打つところに行く必要があるでしょうね。おさあ田辺を得点圏の打率が3割3分、ランナーをセカンドに置いてのバッターの田辺、引っ張ります。フェアか、フェアランナーはもちろん3塁キャンプスが蹴った、1点は入った、もう1点か、いやこれは井原コーチが止めているか、戻ってタッチがアウト、辻オーバーラン、ランナーはセカンドのこの間に行きました。井原コーチ止めておりましたが、ベテランの辻ちょっと井原さんが静止がやや遅れたのか、それとも辻がちょっと回りすぎたのか、いずれにしても1点追加で3対1。三塁ベースの寸前までは手を回してましたが、ちょっとやはりね、ストップの時は足が滑りましたよね。まあやはりね、今日の川口ですよね。今さっき言ったね、変化球でストライクカウント飛んできてますよね。それを西武の打線が読んでますよね。しっかりストレートがなんて言いますか、それでファール打ってカウント稼げないというね、ちょっとこう川口の攻め口が狭いですね。なるほど、その狭くなった攻め口を川口打たれまして、この回3点を献上。バッターは秋山。西武ライオンズとしてはこの回一挙に押せ押せのムードになってまいりました。それもこれもあのベテラン石毛のセンター前の後、全くノーマークの初球の盗塁がこのムードを導き出しました。さすがベテランの石毛です。
やっぱり野球を知っているピッチャー、そしてキャッチャーのバッテリー心理を読んだその石毛の頭脳です。ボールカウント1エンド1、バッター秋山、これは詰まってます。東尾さん、1回から4回まで西武ってのは本当に今日は硬いなと思ってたんですが、この回ちょっと川口の投球パターンもあるんですけども、西武もちょっとこう、普段の西武に戻りつつあるんじゃないですか。まあね、やはり1点取るまで、まあ、非常にシーズン中も硬いんですけど、1点取った後というのは、ね、非常にうまいなってますか、一気に来る西武打線ですからね、非常にそういう怖さありますよ西武は。本当にね、刀の身が降りたらね、本当に強いですよ。ありますね、そういうところは。そういうことは大木さんもシーズン中たびたび経験されてるんじゃないですか。そうですね、私接戦にも頼るし、それから打ち合いにも頼るしですね、まあ、その中に、西武ってのは本当にいろんな面を持った中でですね、傘にかかった時の西武ってのはね、本当に強いですからね。それがこの回ちょっと出てますか。しかし広島のサイドに立ちますと、もうこれ以上点は与えちゃいけませんね。そうですね、出ないと広島の持ち味である部分がですね、足であるとかそういうところがね、まあ死んでしまうということになるでしょうね。三塁ゴロ、こうです。いい当たりでしたが、こうさばきました。しかしライオンズ5回に3点を得れました。3対1と逆転しました。西武ライオンズ球場、今観客の間で歓呼のウェーブが起きております。大野さん、はいはい、レフトスタンドに、はい、辻さんです。ご覧ください、西武撃沈リメンバー96、トップワンはですね、今回のこのシリーズに勝つもちろんなんですけれども、やはりこの5年前の86年のことを忘れてはいないんですよね。今日はどこから。今日は川崎から来ました。もともと生まれは広島です、はい、逆転されましたけども、どうですか今の気持ちは。まだ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 、あんな気持ちのこの背中のね、リメンバー86って書いたのかな。もう心です、カープを愛する心です。これは忘れちゃいけません、絶対。もう僕の心は背中の文字一つです。この頃はいくつだったの。これは高校生でした。高校2年。あれから5年、やっと憂さを晴らせる時が来ましたが、なんとかね、頑張ってほしいね。絶対優勝、アレンが打ちます。アレンが打つと言っています。さあ、その予想は当たるでしょうか。こんなくらいのレフトスタンドです。三塁外野スタンドの広島の表情を辻アナウンサーが伝えてくれましたが、その声援に乗ってカープバッターはアレンからの登場。今日は三振2つ。しかしこのアレン、マウンド上の工藤は非常によく打っておりまして、この工藤から2本のホームランを飛ばしています。なおライオンズは、田辺がショートに入りました。そして、トマシノがレフトに入り、石毛がサードに入っております。これがショートに入った田辺、これはトマシノです。レフトとそしてサードショートが変わりました。ボールカウント1、2、6回のカープの攻撃です。おっと、デッドボールです。お辞儀をして謝っている工藤、先頭のアレンにデッドボールを与えました。それほど痛い、って言いますか、アレンにとってはそんなに痛くないデッドボールですが、工藤にとっては痛いデッドボールです。東尾さん、はい、工藤のピッチングですけども、渡辺に代わって、5回6回とこれ2イニング来るわけですが、どうでしょうかね。そうですね、まあ、さっき通信から野村がね、非常にまあボール球打ったし、西田も通信からボール球ですよね、ああいうふうにやはりボール球打
ってるとやはりこう工藤を助けますよね、はい、助けてるうちにこう工藤は良くなってくる。だからこう一人こうボールを見極めるというのは大事でしょう、ちょっと今のところね工藤もやはりこうストレートでカウント稼げませんよね、はいはい、今はまだ苦しい状態ですね。あさあバッターは小早川、それと5年前の CL 決戦がこの工藤の活躍によってですね、工藤がラッキーボーイという形でこのカープを破りました、はい、工藤が非常にそのカープにとって、ライオンズカープ戦では相性がいいということでですね、うん、まあ、これをつぎ込んだことも一つ、いやもうね、でもその相性もね5年前ですし、もう工藤自身のピッチング変わってますからね。なるほどなるほど、だからね今カーブ初球カーブでストレート今カーブ全部ボール浮いてますよね。うん、ちょっとだからね本来の工藤じゃありませんからね、安心できる状態ではありませんか、広島打線これを助けるとやはりね工藤が立ち直りますよね。あー今もねボールでしょう、ああいうふうな顔になってますが助けると工藤が助かりますよね。あやっぱり小木さん、はい、相手を助けてしまうのはボール球に手を出すことですね。そうですね、まあ、かなり目につくのはですね初戦もそうでしたけども、やっぱり高めの工藤のボールを振っていることですね。ですからノーツーですからね、ノースリーとワンツーではえらい違いですね。あそうですね、うん、確かに東尾さんがおっしゃったように今日の工藤はそんなに良くない感じ、ワンスリー、はい、だからね自分自身でこうコントロールできてませんよね。したがってまだカープにももちろんこれを追い上げるチャンスは十分にあります。レフトが追っています。小林野が取りました。小早川はここでレフトへのファールフライを打ち上げました。ノーアウトのランナーは送れませんね。レフトフライです。さあバッターは前田になります。大木さんはこの場面局面でですね2点リードを奪われたんですが、浩二監督としてはどういうふうにこの6回7回あたりを持っていこうと思っていると思いますか。そうですね、今バントの構えしましたけどもね、はい、とにかくまずはね、1点取ることですね、うん、ですからそういう方向でいいんじゃないでしょうか。なるほど、とにかく1点取ると、常にもう1点差ですよね、2点差となりますと回がどんどん詰まってきますんでね、そうしますとやっぱり打っての打ちっていうのはもう限られてきますんでね、やはり1点差に追い上げといたいという気持ちの方がいいんじゃないでしょうか。トゥーナッシングになりました。今地元の広島の神谷町の風景でしょうか、ちょっと画面に映りましたが広島市民100万以上いますが、本当に今日は広島のファンは、もうほとんど全員がこのテレビをご覧になっているのではないでしょうか。ズバッときましたね、ズバッときましたね。そうですね、今のストレートがねこう決まりようだとね、ちょっとこう広島打線も苦しいでしょうね、さあ2アウトランナー1塁になってバッターは山崎龍三、今日はフォアボールと犠打。
さあ今年はまたこの日本シリーズ第7戦までやってまいりまして、過去42回のうち14回突入しております。この3対3の全くのタイで迎えたこの日本シリーズ第7戦、泣いても笑っても今日で日本一が決まります。どうですか東尾さん、工藤のピッチング、はい、良かったり悪かったですか。そうですね、まあね、小早川の最初のうちはね、まあ、かなり高めが来てましたけど、やはり前田がね左ですからね、ちょっとこういう気持ち的に余裕がありましたね。あ、やっぱりね、ただ右バッターの時ですよね。あ、左バッターと右バッターはやっぱ極端に違いますか。まだ安心はできないぞという表情でしょうか、森正明監督。ワンスリー。ご覧のように本当によく入りました。今日はウィークデー月曜日です。本来なら昨日行われる予定のこの第7戦、雨で水になりました。8年前も巨人西武戦、水入りの後の第7戦で西武が僅少差でジャイアンツを破り日本一についていますが、フォアボール、フォアボール、ツーアウトランナー2塁1塁になりました。さあそしてここで広島にとっては頼もしい達川が登場してまいります。達川は、山本京子夫人ですね、この方は。山本浩二の浩二監督の奥さんが三塁側の後方で見つめております。ここで81番森監督が来ました。一塁側の投球練習場は一応渡辺富雄が投げてます。ただ富雄は第4戦はよくありませんでした。東尾さん、はい、ランナーが、ね、二塁一塁、そして右バッターと左バッターでは極端に投球内容の違うという工藤。そうですね、森さんの今の注意は何だったでしょうか。やはり、まあ、状況と言いますかね、状況を把握してのピッチングでしょう。まあ、次、ね、達川ですから、そんなにこう長打の、ね、心配する必要はありませんから、どんどんやはりこう攻めていく気持ちを持つことでしょうね。そういうアドバイスと思いますけど、はい、バッター立川長打は確かにありませんが、1戦から3戦までは全くヒットなしの8打数ヒットなし、しかし3戦4戦5戦では2安打2安打1安打と、なかなかいいところでヒットを放っているベテランの立川、広島にとっては望みを持てる場面です。ファールで粘ります。広島カープが今日は2回に1点を先行、そして5回の裏ライオンズは3点を奪い取って3対1。ポーンとバットを出しただけ、ライト、おっとセカンド回り込む、セカンド回り込んでアウト。カープこの回得点なし、3対1が続いております。でマウンド上には広島カープ3番手に北別府投手が登板してまいりました。あの第3戦負けはしましたが、ベテラン北別府健在、ピッチングの芸術品を見せてくれました。その北別府が3番手ピッチャーとしてこの場面に登場してまいりました。さあその中5日の北別府を迎え撃つ清原登場の場面になります、西武ライオンズ球場。さあその清原のバットが火を吹くでしょうか。
西武ライオンズ球場、狭山球場の狭間にあります。この球場やや気温が下がりまして、ファンの皆さんの中には襟を立てて観戦している人もちょっとおります。さあ第1球目はストライク、シュートできました。さあここでね、もうあれでしょうね、これ西武としてはどうしてもあと1点欲しいでしょうしね、これはもう広島はもう西武にあと1点与えたら、これもう勝負は厳しくなってきますんでね、何としてもやっぱりこのままの点数で広島行きたいでしょうしね。そうでしょう。逆に西武はもうあと1点、どうしても1点取りたいでしょうから、まあ、十分あのシーズン中はまあ約1週間とか6日で投げる北別府ですが、このシリーズでは一応中5日置いてますからね。そうですよね、はい。まあ、ですからね、はい、やっぱり広島もね、ここで前線していきましたよね、まあ、ですからその第3戦のね、本当にこの北別府のピッチングというのは本当になんていうんですかね、この広島ピッチャーね、見本にしてこう来たわけですよね。そうなんですよ、まあ、ですから今日もね、第3戦のようなピッチングできるかどうかですよね、そうですね、三塁ゴロ、深い守備位置のコウ、まあ、第4戦の時の山本浩二監督の談話にも、第3戦の北別府のピッチングがですね、良かったと、したがって打線も昨日好投した北別府に対して申し訳ないという気持ちがあってこの結果になったんだというふうようなことまでね言ったくらいの、その北別府のピッチングが広島の投手陣にこうハートに火をつけた、そういう感じになりました。ワンアウトです。バッターはデストラーで、こうやってやっぱりずっと振り返ってみますと一つ一つの戦いに小木さんドラマがありますね。そうですね、もうこのシリーズをですね、はい、象徴するようなね、いいゲームになっておりますね。まあ、この10年間の日本シリーズの中でもなかなかこの広島と西武の日本シリーズはベスト3に入るくらいのなかなかいい内容だったんじゃないでしょうか。そうですね、私もまあここ数年の中では本当にいいシリーズだと思いますね。まあ、広島は2戦4戦と、はい、それからまあ、今日もそうですけども非常に苦しんでここまで来ておるわけですね。太田さん、はいはい、三塁側ですが、はい、5回途中でマウンドを降りました笹岡投手の談話なんですけどね、はい、今日はやはりストレートが走ってなかったと、うん、そのためにスライダーに頼ったんだけれどもちょっと高かったのか石毛と鈴木健にですねいずれもスライダーを打たれてしまったということですね。まあ、先ほどもご紹介しましたように中4日登板というのは非常に6勝0敗と良かったんですけどね、やはり昨日からのスライド登板ということもありまして、はい、その辺のプレッシャーもあったんじゃないかと思うんですよね。あ、そうですか。2日間本当にこう報道陣にずっと囲まれてましたからね。そうですね、立川のホテルでも相当報道陣に囲まれてなかなか外へも出られないような状態でしたからね。清永さん、はい、今ですね本人がまた顔を出してきました、ね、そうですか、びっくりしました。あ、そうですか。さあワンツーです、ワンアウトです。今日の有料入場者は3万2000飛んで11人と今正式に発表がありました。しかし私の放送席からずっと三塁側そして一塁側を見上げてみましても本当に超満員のスタンドに映ります。ハイビジョンアイで一塁の後方からレフト方向を覗いております。まあ、ピッチャーの事情ですがやっぱり笹岡、川口、北別府このリレーの 順番というのはデストラーデシフトでこれはご覧のように野村がこのポジションにおります。セカンドのベースよりもやや、セカンド寄りです。全くショートの守備位置には関係ないポジションにおります。
まあ、かつては王貞治さんの王シフトが有名ですけども、まあ、これを考案したのも、広島の白石監督と言われてますが、デストラーデシフトはやっぱりあの引っ張るバッターのデストラーデには結構効果があったんじゃないでしょうか。そうですよね。やっぱりこういうシフトを敷かれますとバッターとしては若松さん心理的影響を受けるんですか。受けますね。それとあのどういう球を狙っていいかね、相当あの悩むと思うんですね。まあ、あの現にあの一緒にデストラーズに対してね、広島のピッチャーは本当に球数多いんですね。内に攻めたりあのアウトコース攻めたりですね、いろんな攻め方にしてきますから、なんかこう最後の方になってこう狙い球が絞れなくなったような、そういう感じですね。やはり短期決戦になりますと普段のレギュラーシーズンゲームよりもなお一層心理戦という面がありますかね。そうですよね。大野まで、投球練習をしております。さあ3対1、広島としてはもう相手西武に得点を与えられません。そしてバッターは石毛です。先ほどの殊勲者、もしこのまま西武がこのゲーム勝つといたしますと殊勲者はこの石毛です。さあベテランの立川、そして北別府のバッテリー、得点は3対1、広島が1点先行しました。しかし5回ライオンズが3点を取りました。これはちょっとバットの先っぽ、それほど大きなフライではありません。レフトの西田です。2アウトです。西武というのはこの波状攻撃をする時のこのパワー並びに迫力というのは、大木さん、このすごいものがありますが、ランナーが出ない時というのは意外にさっぱりという時も結構ありますね。そうですね、割合そのいい時と悪い時の一つのゲームの中でもそうですけども、いい時と悪い時の差というのはかなりあると思いますね。ですけど傘にかかると確かにもう強いですからね。その点、小木さんとこの近鉄はこう1番から9番まで息がつけないほどの打線ですからね。いやいや、まあそれもですね、ピッチャー次第でね、やっぱり西武とやるとですね、なかなか取れないですよ。やっぱり野球ってのはピッチャーが7割とか8割とか言いますけど、ピッチャーが大きいですね。そうですね、決める割合は。バッター戸橋のランナースタートの構え、おーバントした、バントした、2アウトからバントした、自分も生きようという狙いはどうか、アウト、アウトです。しかし狙いは良かった戸橋の、ライオンズ足の攻撃を挟みましたが3対1のままです。2アウトから自分も生きようという見事な狙い、三塁前を襲ったセーフティーバントですが、しかし一塁スレスレでアウトです。そして7回、これからライオンズの守備です。さあ7回ラッキーイニングの攻撃は代打尾形が登場してまいりました。竹上さん、はい、広島としてはこの回1点取りたいですね。本当でしょう、この回も本当に1点欲しいでしょうね。そして3対2、1点差にしといて、そして残りの2イニング戦いたいでしょうね。さあ相手工藤左ということで尾形が登場してまいります。ボールカウント22、去年の6月右膝の骨折をして1年防御に減りました。キャンプの時はフリー打撃もできませんでした。ようやく6月の末に1軍に戻ってまいりました。若松さん、はい、本当にこの人は7月8月からレギュラーを取ったんですけども、彼の最初の状態ではいいバッターなのになかなか出てきませんでしたもんね。そうですね、まあ、キャンプでも本当にみんなと一緒にできずにね、まあ、一人淡々とやってたんですけども、本当にでも3球揃ったね、素晴らしい若手がやっぱり出てきましたよね。まあ、山本監督のヒットに大野のストッパー、あるいは前田の起用などもありますが、この尾形なんかもですね、その中に入るんじゃないですか。そうですよね、まあ、それと今のベンチに入ってませんけども、やっぱり江藤ですね。やっぱり広島カープ
若き目が徐々に出てくる、そういう感じですね。そうですよね。そういった意味では山本浩二監督もやりがいがあることでしょう。これは詰まっているが幸いするか。ショート交代、レフト前進、ショート交代、ダメ、ファール。大木さんも非常に勝負強い監督ですが、この対応のですね、まあ、言ってみれば王者西武に対して45歳のその日本シリーズ監督として初挑戦の山本浩二監督もなかなか見事な采配じゃないでしょうか。そうですね、非常に、ね、意気込みがいいしね、その中にね、これまでの戦いの中で随所にですね、的確な判断がありますね。ねえ、こう勝負感といいますか、切れ味を感じますね。2-3。さあこれはちょっと一塁へのフライです。ファールフライ、清原が取っております。やっぱりヒットが出るような状況ではないですから、広島として欲しいのはフォアボール2つぐらいでしょうね。そうですね、今もあの 2-3 でね、1つあのボール振りましたけどもね、まあ、あのさっきの東尾さんの、ね、指摘では時々フォアボールも出ますから、野球放送を今続けておりますが、野球中継はこのまま延長してお送りいたします。野球中継をこのまま延長してお送りいたします。まあ、左バッターと右のバッターではちょっと投球内容がね違うということも不動があるわけですが、さっきそうですけどね、かなり、かなりなんて言いますかね、戻ってきましたか。戻ってきましたね。あ、そうですか。そうするとカープとしては6回もねチャンスをね掴みたかった場合なんですが、7回なんとしても1点が欲しい広島。だんだん不動のペースでしょうか。クレバーボール見逃せばストライク、なかなかこう、バッターとしては捉えづらいですね。あ、大西さん、森さんの作戦の中で第6戦のピッチャーリレーもそうですが、今日の7戦の渡辺工藤のリレーっていうのも思い切っていきましたけどね。そうですね、まあ、試合前ね、今日は工藤、それから渡辺富雄、それから石井とね、そういうリレーでやるんだというね、そういうことを言っておりましたけどね、それにしてもしかし、思い切りよくスイッチしましたね。まあ、第6戦はその後藤の角に変えて石井を投げて、その石井がパーフェクトなピッチングしましたからね。さあ工藤です。東尾、工藤の、ね、体がなってますかね、こうバレのように、はい、こう弾くようになりましたね。あ、本来の工藤になってきましたね。そうですか。ピッチャーの頭を越えた、田辺、一塁はセーフです。一塁はセーフ、送球がやや逸れましたが、これもやっぱり野村の足のなせる仕業。田辺がちょっと焦ってます。野村の足です。野村のやっぱり足は速いです。田辺のプレーもほとんどロスなしですけどね、やっぱり足が速いってことは相手の守備に与える影響は大きいです。バッターは正田。しかし大木さん、ランナーワンアウト一塁で野村正田コンビで何かをしなければいけませんね、これね。やっぱり走るというところでですね、工藤にまずはプレッシャーかけるところでしょうね。はあ、まあ、初球はストライク掘りましたけども、はい、なんとか一塁塁にしたい、まあ、そういう状況じゃないでしょうか。翔太だったら何でもできます。野村の盗塁成功率8割6分。広島対、どうぞ。太田さん、はい、一塁側ですが、はい、この回頭からですね、香取投手がブルペンに行ったんですけれども、はい、今あの野村選手ヒットを打ったところで、キャッチボールを始めましたね。はいはいはい、現在あの一塁側のブルペンにはその他にも渡辺富雄投手、石井投手、そして小田投手の3人が控えています。ワイエンドワン。さあ野村の足を生かせるか、ライオンズこの野村の足を封じれるか。
7回はこの今言ったポイントが大きな勝負の悩みになります。ワンツー、かなりやはりランナー経過して掘れてくるんじゃないですかね。あ、やっぱりいつもよりはもうクイックが早いですね。あ、影響出てますね。まあ、やはりねクイックで投げてる分ボール高め浮いてますね。今はねすごい投げましたね。さあどうでしょうね、あの野村は、まあ、取るようですけど、普段慣れてないピッチャー、左ピッチャーから思い切ってスタート切るこの場面で、はい、しかもねどうでしょうね、まあ、ビデオでね牽制何回も見てると思いますけど、はい、荒い度胸いるんじゃないですか。そうでしょう。しかし広島としては足を絡めたい場面ではあります。かえってねこういう場合工藤はね牽制しない方がいいんですよね。牽制の癖を見せない方がいいんですよね。いつ来るかっていうね怖さとね牽制の癖をね見せない方が本当はいいんですけどね。その辺は人間の心理のあやです。スルスルっと一歩二歩とリードオフを取ってる野村。ボールカウント2&2、勝打バッター、また牽制。あんまりね牽制しちゃうとね、工藤の牽制のなんちゅうかね雰囲気はね野村自身がこう何回もあるうちに覚えてきますからね。あーはーはー。2&2、おっ、2-3になりました。ね、今もねクイックが振りましたよね。でボールすっぽ抜けた。カウントね 2-2 ですからね、はい、そんなにランナー気にせずにストライクゾーンを掘れば、はい、フライ上がればねエンドラン関係ないんですよ。あ、バッターどうしても打ってきますからね、はい、だからどうしても工藤はもうこういう場面でもねストライクゾーンを掘ることですよね。これは大きい、この場面は大きい。ご覧のようにハイビジョンでご覧いただいてますが、非常に今日は月曜日でもありますが日曜日にもほとんど劣らないほどの超満員の観衆で膨れ上がっている西武ライオンズ球場です。3対1とライオンズが2点のリードを奪っております。上昇軍団我らの誇り西武ライオンズという横の、幕も出ております。さあこれから7回の裏の攻撃は伊藤からです。そしてカープのメンバーがちょっと変わりました。カープはですね山崎がサードのポジションに入りライトにはそのまま尾形が入りました。ダイソーの尾形が、ライトに入って山崎がライトから、サードのポジションに入りました。コウが引っ込んでおります。さあ今の三振ゲッツーがこの後のゲームにどんな影響を及ぼすでしょうか。太田さん、はい、あ、辻さんの声だ。はい、辻ですが今の一塁側のですねかなり上の方のスタンドにやってきています。早くもなんとこの優勝の時にバーッと紙吹雪をですね、もうせっせと作ってるんですね。今日どちらの方から。中から来ました。中からね、ちなみに今学生さんですか。はい、そうです。短大生です。短大の2年生。あ、ということも就職決定。はい、決まりました。何ですか。幼稚園の教諭になります。これまでずっと応援してきて、もしかすると今日は一つの人生の区切りみたいな。はい、そうです、はい、優勝したらやはりどんなこと思います。あ、もうみんなでただ喜ぶだけです。はい、辻さんちょっと待ってくださいよ。ツーベースです。こちらで実況して、それとも辻さんまだインタビューありますか。
頭の伊藤がツーベースを放ちました。ノーアウトランナーセカンドになりました。滝上さん、はい、さっきのですね三振ゲッツーっていうのがこの7回の裏あるいは8回に至るこの LC 決戦、はい、ちょっと影響あるんじゃないかっていうような声もありますが、まあ確かにあの三振ゲッツーっていうのは本当に、野球やってる者にとってみればね、はい、本当にもう意気消沈するプレーであるということは間違いないですよね。逆にこれは成分取ってみるとあのプレーっていうのは非常にもう逆にこう勢いが出るという感じでしょうからね。ランナーの塁が大きい、はい、まあ、しかしこの1点を何としてもやっぱ広島は止めないかんでしょうね。そうですね。太田さん、はい、先ほどの打席勝ち越しのタイムリー打ちましたあの平野選手のコメントなんですけど、はいはい、最高1番気持ちで打ったんですかねということなんですね。ああ、まあ、厳しいあのインサイドのスライダー疲れたんですけれども、まあ、そこであの候補がもう一言何かないということを聞いたんですが、いやまだ試合が終わってませんから全部終わってからとても喋りますとそうですか、はい、野球中継今45分を過ぎましたが野球中継はこのまま延長してお送りいたします。今日は2本のヒット、そして先ほどはレフトへタイムリーのツーベースを放っている平野、これもレフトセンターガンド真ん中ダメ押しの点になるのか、西武ライオンズダメ押しの得点になるのか、ランナーは3塁向かっている、俊足の平野が3塁へ3塁へ足の3塁打4対1、あるいはダメ押しかと思われるようなロングロングの応酬、ツーベースツーベースで1点追加、この1点はライオンズ大きい。広島のバッテリーが本当にまともに来ましたね。送りバントだと思ってね、はい、そこへスーッとストレートでやったと逆につきましたよね。バントの構えからのヒッティングが見事でありました。この辺りはベテラン平野の味、今までの6戦までの不振を全部お返しするようなそうですね、本当ですよね。今のね本当にあの意表をついたねあのバスターからそのヒッティングいったんですけども、普通だとねやはり引っ張ってねランナーを進めたいですよ、でも本当に逆らわずにうまく打ちましたよね。確かに気が入ってます。さあランナーはサードです。ノーアウトです。この1点でカープナインのハートがプツンと切れなきゃいいんですが、ここはもう本当にカープとしては持ちこたえてもらいたいこのシーンです。一方ライオンズは押せ押せのムード。カープのブルペンはベテランの大野投手が投球練習、やっぱりあの0対0とか1対0の局面で投げる北別府とこういう局面で投げる北別府ちょっと感じが違います。ワンエンドワン、しかも影山さんまだノーアウトですからね。そうなんですね。ますます加速、それでもまた冷静な森正明監督、もうこれは竹山さん押せ押せになってきましたね。ライオンズ、本当にもうそのままですよね、いやこの回の攻撃が始まる前にあの三振ゲッツーがどういう影響を及ぼすかってことを質問したんですが、
何かこの回はポン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 とね、下位バッターが北別府捉えましたね。そうですね。あ、ピッチャー交代です。大野かあるいは川端か。もう小木さん、こうなってくるともうなんですよね、手の内はないんでね。そうですね、打つ手がもう限られてきますもんね。まあ、笹岡、川口、北別府とね、まあ、フル回転してきたわけですけどね、まあ、そういうつけみたいなものがね、ここに出て、ね、まあ、しかしそれであったからこそやっぱりここまで来たんですからね。なるほどね。さあ、マウンド上には4番手ピッチャー川端と発表されました。それではここで CM 行きましょう。西武ライオンズ球場、もう4時に間もなく、そして、雲間に入っていた西日がちょっとこぼれてきました。西武ライオンズ球場です。だいたい今日は17度6分あったんですが、その17度6分が曇り空のせいでしょうか、まだ保たれている感じ、そんなに寒くはありません。西武ライオンズ球場でマウンド上には川端投手が登板してまいりました。笹岡、川口、北別府、続いて川端の登板です。とうとう川端になってまいりました。今ご覧のようにこう竹で吐いたような雲がぽっかりと浮いておりまして、その雲の先はちょうどやや黄金色に染まりかかっております。夕暮れが近いことを物語っている狭山丘陵の淵。ゲームは7回の裏にやってまいりました。5対1と西武ライオンズが4点のリードです。バッターは田辺。太田さん、はいはい、日が差してきたといえばですね、どうもこう西武ベンチの方にもかなり笑顔が見えてきまして、3対1の時点ではまだ表情硬かったんですけれども、はい、この回の2点で、はい、何かこう選手たちはもう優勝を確信しているような、そんな雰囲気出てきましたね。かもしれませんね。いかにもこの回の攻撃が誠に見事な西武ライオンズ、おせおせムードが多いつ、何か大木さん、今までこう苦戦で抑えに抑えられていたものがですね、5回の3点を契機にこう7回に来て西武はちょっと爆発しかかってますね。そうですね、先ほども笹岡、川口、北別府フル回転の話をしましたけども、はいはい、やはり、まあ、少しキレが悪い、少しコントロールにミスが出てくるということになりますと、やっぱり西武の、総合力といいますか、打力がですね、広島にないそういう部分が強さが出てきますね。やっぱりこの傘にかかった時の西武の強さっていうのは恐ろしいものがありますね。そうですね。バッター田辺、ランナーは一塁。大西さん、西武っていうのはこれでもかこれでもかってくるところあるでしょ。そうですね、辛抱するときは辛抱する、それから傘にかかるときはそうですね、はい、いろんな面を持ち合わせておりますよね。あ、まあ、今日 の、 石毛のスチールなんかでもですね、本当に普段めったに見られない溜め込んで、辛抱して、それで一気にですね、ああいうことをやるんですからね。溜めてて一気にこういう夢を放ったような感じでねまあそれがこういう大ゲームでできるところがまたその西武の良さなんでしょうけどね。そういう意味でやっぱり石毛ってのは大した選手ですね、小木さん。そうですね、まあこれまでもそうですし、今日も突破口を開いたのは石毛ですしね、はい。まあ、大事なところでは本当にいい働きをやりますね。本当にね。さあ、ワンアウトでランナーは一塁、バッターは秋山。秋山はもう1本ホームランを打ちますとシリーズのタイ記録に追いつきます。王さん、そして長嶋さんを含めまして過去5人おります。すでにシリーズで3本のホームランを飛ばしております。そろそろ舞台裏では、あるいは今年の MVP は誰かなどという選考に入るかもしれない時間なんですが、その中で秋山は有力候補です。しかし広島の戦い方にこの7戦の山本浩二の戦い方がよく現れています。
笹岡を継ぎ、そして川口を継ぎ込み、北別府を継ぎ込んで川端、ワンツーです。バッターの秋山にとってみますと、ここは比較的気楽に打てる場面です。いったか、いったか、ファールか、入った、シリーズ対4号のホームラン、秋山この場面でホームランを放ちました。シリーズ対の4本、 ON に並びました。秋山、さすが秋山、MVP に一歩二歩前進する日本シリーズのタイ記録を放ちました。あるいはここでバク転があるか、あったあった、バク転、勝利の雄たけびのようなすごい当たりのホームランバク転でベースに届きませんでした。秋山がもう一回ベースを確かめるようにポンと足でつきました。西武ライオンズのベンチに笑いがこぼれました。広島の前線にとどめを刺すような秋山のホームランが出ました。若松さん、はい、秋山占領役者ですね。やりましたね、とっとね、最後の最後まで取っときましたね。まあ、ちょっとベースに触れなかったのがちょっとね、あれですけどね。最初にこのバク転やったのが5年前の広島戦の第8戦なんですが、はい、ねえ、まあ、それから5年経ってるんですけど、着地にちょっとしばしましたけどね。そうですね。でもあの打たれた方はね、ちょっと嫌でしょうね。嫌でしょう、あれをやられるとね、もうセーブパフォーマンスとしては最高の場面ですもんね。しかし相手の方のショックは嫌でしょう。さあ7対1とライオンズのちょっと押せ押せ、この5回以降やや何と言いましょうか、緊張の糸がプツッと切れたと言いましょうか、ライオンズの一方的な展開になってしまいました。まあね、今秋山もね、際どいホームランだったんですけどもね、フェアコンバールかね、あのやはり僕もね、一回あの日本シリーズ出ましたけども、あ、大杉さんが打ったね、今ね、一瞬思い出しましたね。 あれで抗議で1時間10分かなんか ねありましたから。そうそう、ヤクルトもあの時4勝3敗で阪急を破ったんですもんね。そうですよね、最後だね。その時森さんはヤクルトのコーチでした。第5戦あたりはちょっと引きつった表情の見えました森監督です。しかし森監督、巨人の選手として、あるいは各球団のコーチとして、西武の監督として18回日本シリーズで優勝しております。なんという強運の持ち主。バッターは清原、2円2かを追っています。ギリギリ。今日は清原にヒット1本しか出ておりません。バッターはデストラーデ。昨年の MVP、 日本シリーズの MVP はこのデストラーデでした。まあ、派手な活躍、それから最終戦にもとどめのホームランを打ったということで、どうですか、大木さん、秋山あたりがかなりクローズアップされるんじゃないでしょうか、どうでしょうか。そうですね、まあ、4つの中、本当に誰を選んでいいか分かりませんね、まあ、いろいろね、候補がいますね。
太田さん、はいはい、その秋山選手の談話早速お伝えします、はい、あの打ったのはシュートなんだそうですけれども、その打った瞬間の手応えは十分だったんだけれども、ぐーっと左に切れていくんでね、切らなければいいなと思って小打球を見つめてたそうです。あ、まあ、ただあの最後にあの枠中着地失敗しましたね、あれはやっぱりもうやめろっていうことなのかなと最後に一言付け加えたそうです。そうですか、はい、デストラーデ、オレスです。デストラーデ、ボールカウンター2エン2です。ピッチャー川端、変化球パームボールに引っかかりました。パームに引っかかってアウトです。しかしライオンズこの回は秋山のホームランを中心に4点を追加、7対1としました。ここまでは人と自然と響き合うサントリー、三井ホーム、資生堂、トヨタ自動車、 SS 製薬、任天堂、セントラルファイナンス、明治製菓、クイックがお送りしました。8回のカープの攻撃は代打西山が登場しております。そのバク転の秋山が映りました、現在今4時5分を過ぎたところですが、予定の番組を変更してこのまま野球放送をもちろん続けてお送りいたします。太田さん、はいはい、実はあの MVP の選考委員会がですね、はい、この8回の表入ったところから始まったそうなんですけれども、はあはあ、まあ秋山選手強烈なアピールしましたね最後に、さあベテランの平野、この回先頭の代打西山ライトフライに倒れました。工藤は代わって62球、そしてヒットは1本、内容的にはそんなに良くないという感じもあった工藤ですが、やはり大量点に守られたといいましょうか、もう全然5回あるいは6回7回と安定感が違ってまいります。そしてイニングは8回に来ました。やっぱり1対0の緊迫感から3対1、そしてあの4点取りますとやっぱりだいぶその心理というのは差が出てくるでしょうね。いやそれは出ますよね。やっぱりこのシリーズ投手もそうですけど、やっぱりもう3点4点取った時ってだいたいシリーズがこのシリーズは終わってますんでね。あそうしますとやっぱり7点という数字はもう途方もない数字になってくると思うんですよね。まあ第1戦の11点が最高ですが、まあ、カープが勝った時の7対3というゲームがあることは第4戦ありますけどね。これはセカンドの横を乗ったセンター前のヒット、アレン。シンカーを打ってのヒットです。おお、ここでアレンのヒットの後代打が出てきますね。元気者の、ま、松井ですかね。カープファンには大変に人気のあるダイエーからトレードの松井が登場してまいりました。第5戦にピンチヒッターで1回登場して日本シリーズでは1打数ヒットがありません。まあ、年々ユニークな選手が多くなってきた日本のプロ野球界ですが、
まあ、例のオリックスの佐藤パンチ君にも劣らないほどユニークなインタビューで今広島では非常に受けているこの松井。なかなか口だけではなくて実力の方も大したものでありまして、9月の21日の公式戦ではジャイアンツ戦に逆転2塁打、そして29日のヤクルト戦でも代打逆転満塁ホームランを放っております。やはりご覧のように広島のファンの中では非常にこの人気のあるバッターの松井。本当に引っ込み思案の選手というのが昔に比べて竹部さんだんだんいなくなったんじゃないでしょうかね。うんですよね、やっぱり自分のそういうものっていうのは、よく出し切るようになりましたね、やっぱり大木さんなんかも今あの若い選手も預かっていて、あの昔に比べてだいぶ選手の気質が変わってきましたか。そうですね、まあ、特にうちはまあそうなんですけどもね、まあ、パッチ君とか松井君とかね、しかし、まあ、やっぱりその中でも異色ですね。そうですね、まあ、あのインタビューだけでね、人気が上がるっていう選手もね、まあ、でも口だけじゃなくて力の方もね発揮してますから。ここで前田に変えて江藤です。さあランナーを2人送って、身長の上にも身長のナインが集まってきました。八木沢さんが注意を割って工藤に、まあ、この辺はまあ得点差がありますんでね。バッターは江藤。5月のこの日は上旬までは打ちまくってスタメンにおりました。しかし後半戦は控えに回ったその江藤ですが、この重要の場面でキャッチャーフライ。山本浩二監督の期待に応えられません。ツーアウトになりました。バッターベテランの山崎隆三です。今日はフォアボールが2つ。この人もあるいは引退かというようなことが 3,4 年前に囁かれましたが、ここ2年は非常によく蘇りましてなかなかの活躍です。これはショートの後方のファーフライ、カナメが抑えました。ランナー送りました。しかしカープこの回も得点がありません。7対1と王者西武が6点のリードを奪っております。さてマウンド上にはピッチャー足立が登板してまいりました。あるいは第4戦の先発もあるかと予想された足立なんですが、23歳6年目の足立投手、この日本シリーズでは初めての登板になりました。さてバッターは石毛からの登場ですが、広島が相当メンバーが変わりましたのでここでご案内しておきます。ピッチャーが足立、キャッチャーが立川、ファーストは江藤になりました。ファーストは江藤、セカンド正田、そしてサードが山崎、ショートが野村、そして音がレフトに入る、センターに尾形、ライト西山です。竹上さん、ゲームの得点がですね、これが7対1になりました、はい、舞台裏ではもう8回の表から MVP の選考委員会が開かれているようですが、私秋山有力じゃないかなんて言ってしまったんですが、皆様解説者ゲストの皆さんはいかがでしょうね。今年のね、この、まあ、西武の方から来ましてもね、はい、
本当にコロッといった人じゃないんですよね、やっぱり全体全部の力で勝ったという感じでしょ、はいはい、そうしますとねやっぱりこう後半がってくるのは工藤が2勝してますわね、今日勝てこれで2勝になりますし、それからまあ秋山、これ秋山もしかし勝負がある程度見えたところのホームランっていうのが出てきますんでね、やっぱり先制点をもぎ取っていった選手となってくると、まあ石毛が出てくるあれもありますね、あ石毛は今日の活躍見事ですからね、まあ、本当に言っても実際のところ自分は分からないですね、あまあ工藤あるいは石毛、この辺りもね、候補に入ってくるかもしれませんが、東洋さんの見通しはどうですか。そうですよね、やはり、まあね、今日の場合は僕なんか平野なんかね押したいしそれまで悪いし何時かこうそれだけこう選手の層が厚いからこう散らばるんですよね、こうやって決められないんですよね、まあ、その中でもやはり落ち着くところに秋山角度に落ち着くんじゃないですかね、だからこれって MVP はいないと思いますけどね、これってのはね、まあ、その辺もいろいろ考えながらなおかつ若松さんと監督、はい、大木さんいかがですか、はい。